皆様ごきげんよう。今日なんですけど、ブレイキングダウン7の、メインを務めた安保君と対談していきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。よかったっすね。ありがとうございます。どうでした反響は。反響ですね、僕ブレイキングダウン今回出させてもらったじゃないですか、で、かれこれ30戦ぐらいは、プロの舞台で試合をしてきてるんですけど、本当に過去一番多分、そういうなんていうんですかね、称賛の声であったりとか、ネット上のですね、そういった部分に関しては一番多かったなっていう印象はありますね。はい、すごいですね、ブレイキングダウン注目度は。はい、それが僕は正直、見えてる部分があったので出させてもらったというか、プロの舞台からでこれからも戦っていくんですけど、見られてることは間違いなかったんで、そこで僕は、ベストのパフォーマンスをプロとして出せるのであれば、出ていくことは全然ダサいことじゃないと思ってたんで、それが、有言実行一応できてよかったかなと思ってます。なんかさっき安井ひゅーま君と1分で戦ったんですけど、結構疲れますね。あのポランドさんと戦った方ですね。1分でも意外に疲れるな。そうですね、なんか戦い方が全然違うんで、そのずっと常にこう無酸素運動というか心拍数が上がり続けてる状態なんで、僕も、1分3ラウンドアビディ選手戦ってみて、こう最後この上のところでこう掴むぐらい結構疲れたんで、結構びっくりしました自分自身。だから僕らだったら5分3とかやってるじゃん、でキックボクサーだと3分3か。そうですね、でも全く別競技だなっていうことが分かりました。全然違う。はい、なんかあれに似てると思ってるんですよね。走る競技って長距離があれば中距離もあるじゃないですか。例えば 400m 走とか、で長距離だと、2km とか分かんないですけど、で 100m 走っていったら、ウサイン・ボルトっていうものを全員が認知してるじゃないですか。なんか格闘技界 その短距離走のあれができたのかなって僕は思いましたね。でやっぱ人間ってそのやっぱ短く決着つくものが絶対好きなんで、だからそんな見られてる、そこも一つの要因なのかなって僕は思いました。なんかブレイキングダウンをなんで僕が思いついたかっていうと、一番最初のきっかけはメンバーのスパーリングからだったんですよ。はい、なんかね、何年前だっけ、3年前ぐらいだっけ。3年前ぐらいだね。佐々木君と拓磨と吉田君がスパーリングをやったんですよ、喧嘩になって。でそれがなんか1分しか持たないから1分でやろうってなって。ああ、なるほど。ただその素人であるはずのスパーリングが、ライジンのなんかそのレベルの高い膠着してるなんか寝技の選手より全然面白かったんで、これ1分だったら競技人口も絶対増えるし。そうですね、1分だったら出れるって人増えるじゃん。確かに。っていうのと、この時代がだんだん TikTok とか流行ってって、切り抜きとか流行って、なんか短いものをしか見れなくなってるっていうので、ブレイキングダウン作ったら一番いいんじゃないかっていうので最初考えたんですよね。そうなんですよ、長い試合あるじゃないですか、僕先週やってるんですけど、やっぱ見なくなっちゃいました正直。特に自分が誰か知らない選手の試合を全く見なくなっちゃって、僕結構格闘技好きで、試合を見るの好きだったんですよ、でもやっぱちょっとまず感情移入できないというか、そもそもそんな知らないことが原因の一つ でなおかつ試合の時間が長いとやっぱ見なくなっちゃいますね。それをすごく感じましたね。ブレイキングダウンだとやっぱ試合見やすいじゃないですか、ちょっと、すぐ終わるんで。なのに成功しなかったんですよブレイキングダウンって。最初ですか。最初、はい、僕三國さんが最初立ち上げた時、結構今でも覚えてるんですけど、面白いなっていう気持ちがあった反面、ただこれが流行ると格闘家として結構これやばいかもなって思ったとこも正直あったんですよ、だから正直バズってほしくなかったって僕最初思ったんですよ正直言うと、でテル君が一番最初に言い出したんですよ。三國さんが始めたブレイキングダウン俺出たいんやけどっていう風に言って、それはチャンネルとしてこっちも YouTube やらしてもらってるんで、それの企画になるんだったらいいんじゃないっていうので、最初手でくれたんですけど、でそれでこうどん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 大きくなっていったじゃないですか、多分4ぐらいから一気に来たと思うんですけど。そうなんですよ、1000万企画をやって、結局めっちゃ炎上したんですけど、だけどただでは起きなかったのが、その1000万企画の時にオーディションやって、それがなんか900万再生とかいって、これをブレイキングダウンに入れたらバズるんじゃないかって。なんか1分の戦いがいくら面白いといえど、なんか知らないやつがいきなり戦ってても、歌舞伎町のなんか喧嘩とかも別に興味ないじゃないですか、知らない同士が、でもなんかそこまで喧嘩がなんで起こったのかっていうところを見せたら、みんな興味が湧くんだなってことに気づいて、で4からオーディションを取り入れたんですね。はいはい、
オーディションで喧嘩してるから結構賛否あると思うんだけど、なんか他の格闘技団体もその試合に至る前のストーリーをもっと見せたら、うん、もっと注目度上がると思うんだっていうふうに思ってますか、俺は。まあ実際そこの試合までのイチャモン、まあ、ごちゃごちゃがある試合がプロの試合でも見られてますもんね、結局、うん、あのちょっと僕の話なんですけど、まあ、ブレイキングダウンがこうどんどん大きくなっていくにつれて、うん、まあ、最初こう流行ってほしくないなっていう自分がいたんですけど、でももう完全にその時代というか視聴者が求めてるじゃないですか。じゃあもうそれを否定するのはもう時代に取り残されちゃうなと思ったんですよ、僕は。で、まあ、メンバーも出させてもらってるのもありますし、あともう一つ結構僕の中でこう今回その出場させてもらったのに大きかったのが、まあ、僕も YouTube させてもらってて、で今64万人登録なんですけど、うん、まあ、その YouTubeまあ、ある程度うまくいかさせてもらったきっかけって本当に、まあ、朝倉未来選手なんですよ、うん、はい、でそれに対して僕は結構その選手としてのライバル心みたいなのはすごく持ってたんですよ、うん、勝手に、はい、やっぱりまあ一同じ選手なんで、うん、負けたくないなっていうのがあってって思ってたんですけど、まあ、とはいえ本当に朝倉未来選手のおかげで僕は YouTube バズらせさせてもらったんで、まあ、選手としての価値も引き出していただいたと思ってるんですよ。でそれの、まあ、何か恩返しがまだできてないなと思ったんで、僕はで、あのブリーフの件もあったじゃないですか。はい、あのダーツで、はい、僕もちょっと酔っ払ったんですけど、でなんか飲み屋で会ったんですよ、はい、いつか、はい、でしたらなんかテル君がダーツ対決しましょうみたいなのあって、そうそう、お互い酔ってて、でなんかテル君がもし僕が勝ったらその YouTube コラボしてくださいみたいに言ってきたから、あいいっすよっつって、で別になんか俺も別にコラボすることにメリットはそんな感じないから、じゃあもし負けたらなんかパンツで一番 TikTok で流行ってるやつを踊ってくださいねって言ったら負けたんですよ俺が、はい、ね、そしたらそれを見たなんか花坂じいさん2番手みたいな感じで、あんぽくんがじゃあ僕もみたいな感じで来て、したら俺が勝っちゃったんですよ、はい、なんか約束をずっと守らなかったんです。そうなんです、そうなかったことにしたんです、はい、しょっぱらっててその時は勢いであいいっすよとか言っちゃったんですけど、よくあの白フニアで考えたらTikTok 白ブリーフ一丁やばいなってやってでそれでまあ逃げそれから逃げて、まあ、それもちょっと一つの理由のうちの一つではあるから、はい、まあ、それも煽り分入れときゃよかった。まあそういった理由があって、はい、でもなんか批判しろって格闘家と、はい、結構コアな格闘技ファンだと思ってて俺、はい、でも格闘家はもうだいぶ減りませんでした、だいぶ減りましたね。でっていうかもうあのね、これ僕の元にキックボクサーがめっちゃ連絡来てますよ、うん、あ来てますよ、運営にも。あ、ですよね、はい、いや絶対そうだと思います。しかもみたいなことまで言われてるような、うん、そういった選手からも直接連絡来たりしてるんで、まあこれちょっと時代動いてるなっていうふうには感じましたね。あとプライドに出てたレジェンドとかからも来てますか。へえ、びっくりするような人、うん、まあ、そうなりますよね。でも本当にすごいいいことだと思うし、なんか利用してほしいと思ってるんで、うん、僕はそういい流れだなと思いますけどね、うん、結局見られてるのはねブレイキングダウンが一番だし、違いないですね。だからなんかここから次僕も、まあ、ブレイキングダウンだけに出ていくわけじゃないですけど、うん、本当に今回出させてもらって僕自身すごく、価値もつけさせてもらいましたし、あとは何よりこう選手として成長できたと思ったんですよ、うん、100キロを超えた選手と、まあ、いくら引退してるとはいえ、うん、やっぱり正直怖かったですし、うん、でそれを経験したことによって本当にこれから先活躍していくプロの舞台でも絶対にこの経験になったと思うんで、うん、だからなんか本当にすごく出させてもらってよかったなと思ってます。いやいや、こちらこそなんですけどね。多分安保くんが出てくれたからこそそういう出たいっていう声も多くなったと思うし、はい、なんか一個のきっかけというかターニングポイントだった気がしますけどね、はい、今回自分の僕的にもそう思います。僕の、はい、格闘技人生的にもターニングポイントだったかなっていうふうには思ってます、ね、うん、まあ、K-1 をね、辞めさせてもらった一歩目の行動だったんで、うん、まあでもなんか確実にこの格闘技の認知度が広がってると思うんですよ。間違いないですね。だから俺は自分のなんか金稼ぎのためとかももちろんあるし、なんか綺麗事だけじゃないけど、はい、そんな格闘技を広めたいっていうのはもう本当に心からずっと思ってることなんで、いいことをしてると思ってるんですけど、ね、俺はやっぱコアな格闘技ファンはなんかにわかファンが入ってくることも嫌がってはいるから。ああ、なるほどね。なんかコアな格闘技ファンってなんか昭和的な考え方の人が多いと思ってて、なんか格闘技の選手は格闘技だけやってろよっていう、うん、そうっすね。もうその意見めちゃくちゃきます。そんなに稼がなくてもいいじゃんって思ってると思うんですよ、うん、ね。なんかそれって価値観の押し付けだと思うし、その競技にお金がどんどん流れた方が
その競技人口も増えるし目指す人が増えると思うんだよね、はい、なんか稼げるから入る人って多いじゃん結局、まあ、そうですね、うん、子供の時の夢ってそうですからね YouTuber になりたいもそうですしサッカー選手になりたいも結局それはお金稼げるからじゃないですか、ね、そうなんですよでもねあの本当に僕が雷神出てた時は本当に認知度なかったから、うん、もう今だいぶ変わってね総格闘技とかも認知されてますけどそうです本当トップどころしか稼いでないからね今でもまだ YouTube で稼いでる人はいるかもしれないけど、うん、あと YouTube とかなかったらそれこそ総格闘技では多分30人ぐらいじゃない格闘技だけで増えてるって思う、そんな少ないですかそのなんていうかみんなが羨むようなあなるほど、はい、金額を稼いでる人、はい、格闘技1本で何とかギリギリやってます、はい、でもバイトはしてますみたいな人はもうちょっと増えるかもしれないけど、そうですね、そんなんじゃみんな入ってこないよねブレイキングダウンのトップ選手っていうんですかね、何ですかね花形というか、はいはいはい、そこの選手たちは、まあ、間違いなく仕事しないですもんね多分普通に年収1000万以上稼いでる、まあ、絶対ありますね間違いなくあると思います、うん、だからプロでもっと頑張ってる人よりも稼いでると、うん、それに別に俺は賛同するわけじゃないけどやっぱ自分もきつかった時代から成り上がってきたから、うん、でもそれが現実でやっぱスポンサーとかだってたくさんに見られてるからこそ宣伝効果があってスポンサードするわけで、うん、別にじゃあただ頑張ってますすごい頑張ってるのは分かるけどでもあんま見られない人ってそれただのボランティアなんですよ、うん、だから結局プロの格闘家もそうだしなんかプロの興行をやってる人も興行主もそうだけどやっぱどんだけの人に見られるかを考えないとダメだなと思いますけどねなんかお客さんありきで成り立ってるものなんでまあそんな中でまあいろいろ賛否あるけどでも結構ね俺最近感謝されること多いんですよなんか事務経営とかされてる方とかも、はい、ブレイキングダウンのおかげでなんか明らかに会員さんが増えたとかいや絶対そうですよだって僕あのブレイキングダウンその読んで多分ガーって言ってるじゃないですか、うん5ぐらいから、街でその会話とか聞こえるじゃないですか、うん、ブレイキングダウンがブレイキングダウンがブレイキングダウンがっていう声がめちゃくちゃ多くなったんですよ、うん、一気にでその僕メンバーにテル君とジョリーがいるんですけど、うん、今まではアンポルキアのメンバーっていう風な形で認知されてたのが例えばテル君とかで歩いてた時にあテル君テル君やテル君やって僕のこと知らないみたいなことが起き出して、うん、あマジかってなってきて、うんもうこれ完全になんかその強いとか弱いとかそんなんじゃなくても時代が求めてるんやと、うんはい、っていう風に感じちゃいましたねやっぱりまあだって1000万再生とか言ってるのありますからねオーディション映像で、はい、やばいもんな普通に考えてそうですねなんかこれを利用する側に回ったっていうのは結構柔軟でいいと思いますけど、はい、俺ももし自分が興行してなくてプロ選手だったら絶対出てるもんなうん利用するもん俺だったらまあ、なんでこの先は多分どんどんプロ選手も入ってきてくれると思うし、まあ、ただなんか興行主として懸念すべき点は、はい、その1分のブレイキングダウンだったのにどんどんレベルが上がってアウトサイダーの時代のようにもう全然練習してない人たちが入りづらくなってくるパターン でもそれはちゃんと三軸で構成したいなと思っててなるほどそうしないとなんかまた競技人口がなんか広がるものにはならないと思うんですよね、うん、なるほどプロもいるけどめちゃめちゃ弱いやつもいるとでもそれでいいと思うんですよねそういうなんかバラエティに富んだ大会にしたいと思っててそれがなんか一番格闘技の枠が広がると思う、うん、だからもう俺結構3年前か4年前ぐらいから東京ドームで大会を主催したいって言ってたじゃん、うん、その時 YouTuber も出てるし本物のプロ格闘家もいるしとか言ってて当時の構想がようやくなんか実現してきたなっていう感じなんですよ、まあ、このままいくと実現しそうですね東京ドームでも、うん、次だってで両国でしょ1万あ両国じゃないですけど1万人でやります、ね、って何か聞きましたね、はい、どんどんねでかくなっていくと思うんでまあ僕もあの相手次第ではこれからも出させてくださいで次それこそ韓国と対抗戦やろうと思ってるんであ韓国ですか韓国の、はい、なんか精鋭10人ヤンキーで強いやつ日韓戦やるんで、はい、それこそ俺も出たいしうんだからなんか多分めっちゃトップレベルのやつも来るかもしれないから、はい、日韓戦とかマジ盛り上がると思うけどねなんか俺的にはバチバチに喧嘩してバチバチに仲良くなって日本と韓国のなんか交流をなんかもっと増やして若者同士芸能人同士もそうだし近いじゃないですか、うん、そうです日本と韓国行きますね、はい、でもなんか昔いろいろなんかあったり、うん、なんかね嫌ってるとかも聞くし、はい、でも日本のアニメとかはすごい好きって言うけどなんか僕らもなんかね仲良くなれたらなと思ってるんで
どっちにしてもめっちゃ盛り上がるでしょうね。はい、対抗戦ってもなんか燃えないですか？燃えますね、うん、一体感みたいな、チーム感みたいな出るんで、うん、ちょっとなんか、まあ、また例え違うかもしれないですけど、サッカーみたいな感じにはなりますよ、うん、少し、はい、確かにね、うん、ワールドカップ的な、はい、その熱をまた取り戻したいなっていう、まあ、だんだん強くなっていくと思うんですけどね、そのブレイキングダウンの選手もね、それはもうなんかアウトサイダーの歴史を見たら分かること で、うん、だから俺は絶対そのブレイキングダウン入りでトッププロで活躍してくる人がこの 2,3 年後とかに絶対出ると、俺たち兄弟のように、金太郎選手、陸斗君もそうだし、やっぱ結局アウトサイダーだから何人か行ってるわけじゃない、まあ、少ないと思うけど絶対出てくると思う。一選手、朝倉未来選手への質問なんですけど、はい、まあ、次試合決まってるじゃないですか、うん、まあ、結構その YouTube とかでも格闘技はなんかそんな長く続けるつもりはないみたいなことは結構昔から言ってたと思うんですけど、うん、今のビジョン的に格闘技はいつぐらいまで続けるつもりなんですか？ちょっとね、でも分かんないっすね、自分に可能性を感じてるうちはやっぱ続けたいし、うん、まあ、次の試合も当然勝つんで、はい、まあ、まずはそのクレベルにリベンジしたいっていう、私一応に、あ、その後はなんかやっぱクレベルにリベンジを達成してからいろいろ変わってきますよね。だって日本ではトップになるわけじゃないですか、はいはい、でその後なんかベラトルの対抗戦に出るのか、うん、まあ、なんかさらに上を目指すのか、なんか来順のベルトも持ってない状態でなんかこう現実味のないこと言っててもあれなんで、でもその格闘技のモチベーションはめっちゃ高くて今、あ、そうなんですね、だから結構練習もやってますよ、あ、それはもちろんすごく見てるんですけど、うん、なんか僕的にその勝手なイメージで最終章に入ってるのかなっていうふうには思ってたんですよ、うん、まあ、クレベル選手へのリベンジは多分絶対考えられてるなと思ってたんですけど、そっから先にそのベラドールとの対抗戦とかそういうことを考えてるとは思ってなかったんですごい、まあ、いいこと聞けたなと思いました。うん、はい、多分すごいファンの人たちもこれは嬉しいんじゃないですか。なんかね、やっぱ格闘技の試合がない間の時もなんか自由でいいんだけど、なんか酒飲んでなんか楽しく飲んだりして、はいはい、でもやっぱ試合前の充実感ってやっぱいいなって思って、まあ、そうですね、勝てないですよね、なんやかんや、うん、格闘技はね、はい、依存度がやばいっつって、ね、多分なんかなんだかんだやめられないかもしれないし、そうですね、でも毎試合負けたら引退するぐらいの覚悟では望んでますから、はい、うん、でも、はい、MMA やってもいいと思うんですけどね、はい、あ、本当ですか？全然向いてますかね、僕は。いや、やったことないんで分かんないですよ。まあ、三倉さん打撃は向いてると思うけど、打撃はなんか軽くやったじゃないですか。あ、そうですね、その時なんか、あ、打撃めっちゃオープンフィンガーうまいな。そうなんですよね、僕ね、オープンフィンガー好きで練習するようになったじゃないですか、うん、このブレイキングダウンでやることになって、多分ね、向いてるんですよ、うん、向いてる、めっちゃ当たるんですよ、打撃、うん、グローブの間スルスル入っていくんですよ。で、僕あのキックボクサーってブロッキングを下に戦うのが今セオリーなんですよ。ブロッキングで相手の攻撃をこういう風にもう全部食らいもらいながら返していくみたいな、あんまそれ好きじゃなくて、さ、あんま触らせたくないんですよね。だから距離で外すんで、多分そう、 MMA そうじゃないですか、そうそう、総合向きの戦い方してる。ただその体幹の強さとか、はい、あとその立ち上がる強さとか寝技の部分がどのぐらいセンスがあるのか、また打撃と全く別なんで、あ、そうですね、そこ次第にはなってくるんですけど、うん、でもまあ1年ぐらいで出れるんじゃないですか、試合と。あ、本当ですか。ちょっとお願いがありまして、はい、もし僕が今後 MMA、まあ、今全あの本気で腹が決まってるわけじゃないです、正直、はい、もし MMA 本気でやるっていう決断をした時は、うん、ぜひニクレさんにちょっと教えていただきたいなと思って。全然全然、てかもう決断する前からもう通った方がいいです。あ、本当ですか。絶対的に俺思ってるのが、はい、そのキックボクサーも MMA の練習した方が強くなると思います。あ、もう MMA に行かずとも。行かずとも。あ、だって体幹強い人でみんなやっぱパンチ力すごいから。確かに、まあ、そうっす、間違いないですね。絶対なんか MMA キックボクサーでもともと強かった人が MMA の練習もしたらもっと KO 率上がると思う。へえー、いや、いいこと聞きましたね。もう早くやった方がいいです、なるべく。わかりました、明日からでも。指がちょっとまだこんな状態なんで、はい、僕27っす。27、はい、まあでも俺たちのジムはやっぱ打撃特化型でみんな立つのうまくて、まあ、そうですよね、はい、テイクダウンディフェンスみんなうまいから、はい、早いっちゃ早いと思う。いや、楽しいです。あの1年チャレンジも3期生として。3期生いいっすか。いや、別になんか支援しなくても別に自分で稼いでしょ。いやいや、支援してください。なんで支援するの。
66はちょっと落ちないんですよ。あ、そうなんですか、はい、普段何キロなんですか。今回でかくしたんで80ぐらいあるんですよ今。でも俺も先月まで81話だったんですけど。え、66ですか。今70です。あ、じゃあいけるんですかね。いけます。僕減量嫌いなんですよ頑張ります。総合格闘家はもっと減量しないといけないから。あ、そうなんですか。戻すから。でも試合の時74ぐらいですよ。え、66で次の日もう87キロ戻すの。え、胃袋どうなってるんですか。胃袋っていうか水抜きが多いんですよ多分。5キロとかよ。え、水から結構変わりますよ。あ、そうなんですか、うん。水抜きってどんぐらいされるんですか。僕もう限界で3すね。3したらちょっとやばいかなって感じ。3とかもう朝飯前よ。3したらもう普通にもう喉超えてないです。3日でやばいと9キロくらいしたの。え、3日で7キロやったことある。7キロか。その時はゾンビみたいになったんでしょう。でしょうね。もうミイラみたいな。生きてられるんですね。それでいけます。コツがあるんですよ水抜き。教えますよ。ありがとうございます、うん、めっちゃコツがあるんです。あ、そうなんですか。ミスってるんですねやり方。あ、マジですか。一応まあ K-1 チャンピオンまでになったんですけどミスってるったんですね。一応ミスったんです。3キロとかは本当朝飯前だからね。明日でもできるもん。なんか気が楽。3キロ超えてからだから辛いのは。じゃあ僕指ちょっと今アビリー戦で怪我しちゃったんで、はい、これ治り次第こさしてください。じゃあ OK です OK です。ありがとうございます。やりましょう、はい、昔ねやった時はなんかすごい腰軽かったイメージあるけど。そうですね、まあ、でも結構多分ね体自体は強くなった気はしますね。わかんないですけど。でもミクルさん化け物やからなんかテル君とか結構僕力強いと思ってるんですよ。ああ。だって全然でしょ余裕でしょ。まあ。ああ。僕だってジョリーとかに全然勝てないですからね。MMA やったら全く歯立たないです。乗られたら終わりっすもん。何もできないです。まあそれテクニック次第です。ああ、うん。じゃあ教えてくださいテクニックいろいろ。全然教えます。まあじゃあ、はい、キックボクシングも狙いつつ。そうですね。まあまあ、キックボクシングで言えば僕まあ K-1 を辞めたじゃないですか。で、まあ、ノイリーっていう選手に僕負けたんですよ、うん、でその選手にはリベンジしたいなと思ってて K-1 でいた理由なんですよね。で、まあ、その選手が、まあタイまあ、外国人というかもう世界に興味があるみたいな感じで、うん、なんかまあ僕と戦いは興味したくないみたいな感じだったんで、もう痛いも仕方ないなと思ったんで、まあ、新しいことに挑戦したいと思って、まあ、K-1 出たんですけど、ただまあその選手ザマッチで負けてて、うん、でそのまあカイトっていう選手に負けてるんですよ。あ、言ってましたね、はい、で僕もめちゃくちゃ昔に負けてるんですけど、そのカイトっていう選手に、うん、だからまあノイリー選手とまあ多分その K-1 にいてもまあ できたと思うんですよ。できたと思いますよ。ただまあ時間が多分相当なかったと思うんですよ、うん、でちょっとそんなに待てないなと思って僕も、うん、だったらその選手に勝った選手に倒した方が僕はそのかっこいいと思ったんで、そこはちゃんと立ち技格闘技の筋としてはやりたいなと思ってます。ライジンすぐ組んでくれそうな気がしますけどね、うん、その試合。そうですね、僕的にはまあ年末ぐらいでやりたいなっていうふうには、うん、はい、それでまあ僕としてはまあキックボクシングにけじめをつけれるのかなっていうふうには考えてます、うん、キックボクシングはちょっと市場ちっちゃいですよね。どう考えても。そうですね、はい、間違いないです。みんなもうやめてますもんね、うん、K-1 選手も離脱して、ね、はい、MMA に流れるか。でも世界的に見てもなんかオープンヒンガーのキックボクシングはあるけど結構少ないですよね。そうですね、オープンフィンガーやって思いましたけど、多分見てる側もあっちの方が面白いと思いますね、はい、なんかね迫力が違うですね。迫力、そうです、迫力ですね、はい、やっぱ本当に打撃入っていくんで見ててやっぱ面白いですよ。僕ももらいましたし、あとなんか音が違うですね。なんかライジンのライジンがなんかいい例で、キックボクシングも MMA も両方やるときに音が全然違うんですよ、うん、ゴツっていうなんか骨の音とオープンフィンガーは、あーでもなんかスパーンみたいな音で、なんかだから全然なんかMMA の試合と同時にやっちゃうとキックボクシングの試合の迫力のなさが目立つ。だから天心とかのスピードだったらおーってなってるけど、はいはいはい、なんかちょっとぬるいなっていうのは感じた。うーん、でもあれだもんね、ザマッチだったっけの時もヤーモンとやってた時もあれすげー盛り上がってた、ね、あれオープンヒンガーでしたね、うん、オープンヒンガーの面白いな、うん、だからオープンヒンガーの立ち技とかの団体になってきたら結構盛り上がる気がしてますけど。ああ、逆にですか。そういう団体立ち上がってくんじゃないですか、もしかしたら。なるほど、オープンヒンガーキックボクシングの、うん、はい、ライズとかたまにやってますよね。あ、やってますね。ライズが一番最初にやり始めたんじゃないですか、確か。明らかにあっちの方が面白くないですか、見てて。ああ、確かにそうっすね。ワンもやってるし、はい、多分そっちが主流になってくんじゃないかなと俺の予想っす。なるほど、なるほど。そっち側の頂点を目指すのもありかもしれない。ああ、そのオープンヒンガーキックなんですよ。今のうちにも慣れといて。はいはい。まあでもどっちにしてもその、まあ、組み技をやった方が体も強くなるってことは、そう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 、はい、教えてもらったんで、ここには会話させていただきたいと思います。まあ、ぜひぜひ。はい。そんな感じか。はい、じゃあまあちょっと事態を切り開いたということで、この間。いやいや、とんでもないです。
アザクランミクルさんがあのイノベーターになってあのなんていうんですかね、新しいじゃあ作ってくれたんで、僕はそれに今乗っからさせていただいただけだと思ってるんで、はい、まあでも次もなんかよかったらね、はい、僕も出れたら出るんで、さすがにちょっと1万人の会場は盛り上がりそうな気がする。そうですね、僕も必ずあの出させてください。やりましょう。じゃあ、はい、2人はやることあるんですか？記者の方に、試合終わりに囲みで、まあ、聞かれたんですけど、僕最初やっぱりその、まあ、ミクルさんブレイキングダウン作られたじゃないですか。でその2月の大会は最初は出るって言ってたんですよね、確か。でその時に、まあ、その時にやれるとは思ってなかったんですけど、多分相手いないと思ったんで、ミクルさんの、うん、じゃあやりたいなって、まあ、その選手だとは思うじゃないですかって思ったんですけど、まあ、僕その、まあ、立ち技の選手ですし、立ち技でその、ね、僕より格上だと思ってますし、その格上の選手にあのお願いしますっていうのも、まあ、違うと思ったんで、かといっても寝技ありでやって僕が叶うわけがないと思ってるんで、その対戦したいと今は正直思ってないです、はい、でもブレイキングダウンルールだったら寝技10秒だからあるかもしれないですね。やってくれるんですか？まあなんかいずれ近いうちにやってもいいかもしれない。マジですか？いや、うん、それは別に盛り上がりそうだしね。めちゃめちゃ盛り上がるんじゃない？僕とライフォース来れないじゃないですか。別にいいんじゃないですか、一緒に練習しても。いや、だって試合だったら関係ないでしょ。マジで、じゃあやりたいっす。はい。いつか遠い。全然ね。なんか、いつかやっても面白いと思うけどね。なんか超嬉しいんですけど。師匠超えみたいな感じで。マジっすか？その時はもっと強くなってるかもしれないしね。その寝技の部分。ああ。最初は一緒ぐらいなんか、それ。いや、僕の方がちょっとでかいんじゃないですか、今は。まあ、イクルさんは減量されてると思いますし、でも81ぐらい出てたんで、普段は、まあ、ほぼほぼ 僕、まあ、僕の方がちょっとだけ軽いかなぐらいの感じですか、まあ、ほぼ一緒です。まあ、別になんか 何キロでもいいんで、70キロで合わせてもいいし、75でもいいし。すごいですね、かっこいいっす。すごい求められたら全然やりますよ。マジっすか？でも1分俺も結構強いと思いますよ。いや、分かったいやね、僕ね、この前びっくりしたのが、まあ、テル君ここに通ってるじゃないですか、たまに。でこの前そのヒロヤと僕撮影をした時にミクルさんちょうどいらっしゃったんで、まあ、軽く手合わせさせてもらったんですよ、ボクシングの。めちゃくちゃうまかったっす。正直もっとできないと勝手に思ってました。あ、本当ですか？めっちゃうまかったっす。あそんなポジションうまいんやと思って、ちょっとびっくりしましたね。だめ多分1分相当強いと思いますね。勝負論あるしね、いつかやれたらいいですね。お願いします、その時は。はい、お願いします。ちょっと宣伝させてください。アンポルキアチャンネル、今年年内100万人登録、本当に目指してるんで、今65万人ぐらいまで、やっときました、はい、すごい。やっとすごい。ちょっと遅くて65万人か。なんか強いコンテンツ欲しいですね、1個。例えばどうなんですか？いや、だから喧嘩自慢みたいな、なんか喧嘩自慢はね、もうちょっとどうなのかなと思ってます。いやいや、その例ですよ。僕で言う喧嘩自慢的な、なんか強い企画が1個欲しいですね。あ、そうですね。それ最初からミクルさんおっしゃってくれてて、まあ、僕本当に喧嘩自慢も真似させてもらって、ある程度バズったと思ってるんですよ。でももう多分ね、お腹いっぱいというか、だからなんか僕すらもなんか気づいてない企画があると思います。 YouTube の歴史短いし。難しいです、それ。ミクルさん考えたことやばいじゃないですか。だってそんな発想ならないですもん、普通に考えて。なんかありそうですけどね。俺も最近ブレイキングダウン関連であんま YouTube 企画考えてない。あ、まあじゃあ年内100万。そうっすね、はい、結構きつくないですか？35万人か。いや、なんか全然いけるやん。そうっす、もうミクルさんがこれコラボしてくれたんで、ここからまあ5万人ぐらい来ていただければと。もう、はい、どうなんだ。はい、5万人来てください。でもブレイキングダウンに出ればどんどん増えていくと思うんですよ。いや、もちろん、はい。そなので、もちろん今後も出させていただこうと思ってます、ね。じゃあ、概要欄に貼っとくので。ありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。お願いします。じゃあそんな感じで今日は終わりでいます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。